こんばんは。久々のメグルーム。こんばんは。なんかこう近況報告的なこともしたいし、ちょっと携帯充電さそう。最近今年夏は思ったよりバタバタしてて、なかなか配信ができなくてあれでしたが、久しぶりに配信しようって思って今日配信します。久しぶり。ウケる、できてる、ウケる、わらわらみたいな。うん、いやー、そうだな、何からどっから、いつぶりだショールーム。今月ってか8月そもそもショールームやってないかもしれないよね。いつぶりだろう。うん、なんかメグがカクカクしてる。そう、久々です。チームコン以来か。そうだね、チームコンの後に配信したわ。そうだ、2、3週間ぶりぐらいか。あ、意外とそんな日経ってなかった。もっと日経ってると思ってましたね。いや、今日はさ、ずっとお家でお休みしてたので、もうめっちゃオフの格好で申し訳ないですけど、ほぼ1ヶ月ぶりということで。何があったっけ8月。そうだな、何から話そうかな。まず一番最新のプチお知らせ、もうねみんな知ってるけど、 iPad を買いました。かわいいでしょう。なんで iPad を買ったかというと、私ファンクラブ作って、まあ、ファンクラブイベントとかもちろんやるんですけど、それ以上に何だろう、グッズとかデザインとか何かをデザインすることがあるじゃないですか。の時に何かイラストを描いてみたいなって思って、そう、ついに買っちゃった。だけど私はイラストを描きたいがために iPad を買ったので、 iPad Pro ではなくて iPad Air の方を買いましたって感じですね。私はなんかもう本当初心者向けのアイビスペイントっていうアプリで早速絵を描き始めてるんだけど、アップルペンシルも一緒に買いました。そうだけど、イラストが思った以上に iPad で描くのに慣れてないっていうのと、意外と難しくて結構手こずってますね。アイビス、なんかめっちゃ YouTube で探したんですよ、イラストを描き始める人のやつで。なんか一番初心者向けなのがアイビスって聞いたので、アイビスでイラストを描き始めてますかなって感じなのと、そう、ケースはね水色のケースにしたんだ。なんか早速もうケースが汚れがついちゃってる。
アイビスペイントでメグのチワワを作ってます。あ、そうなんだ。アイビス、ただ絵描くの難しくて、何のペンで描けばいいのかもわからないし、結構手こずってます。いろいろ YouTube とかで見ながら、なんか iPad の絵とか頑張って挑戦したりするんですけどね、なかなかうまくいかなくて。そう、プロクリエイトね。でもさ、それもプロクリエイトもなんかいいのかなって思ったんだけど、お金かかるじゃないですか。でまだ何も知らない初心者がそんななんかね、技術もないしって思って、だから慣れて、使い慣れてからなんかまたそういう他のアプリとかで挑戦してみようかなって思って。そう、慣れるまで難しくて結構手こずってます。だけど頑張ります。ただだから最初の方に出すグッズとかあんまり絵が綺麗な絵ではないと思うんですけど頑張ります。ゆっくり。だから今メグのファンクラブに入ってくれた方は、ちょっとずつね、私の絵の成長を見れたら、見られると思います。レイヤーをね、でもレイヤーを使い分けれるようにはだんだんなってきてる。でもまだ完璧に使い分けられてはないけど、やっぱり便利だなって思って。難しいけどね、お絵かきって難しいって思いながらね、ちょっとずつ勉強してます。あと8月何があったっけ、何したっけな、何があったっけな。アットジャムだね。8月のコンサート以来だとアットジャムとかかな。あとはお話し会とかも、お話し会あったっけ。お話かあったかな。そう、アットジャム、あ、お話会ないか、あれだ、ファンクラブイベントだ、ファンミーティングだ。ファンミーティングと波動とかだね。ディフはあれです、チーム4のコンサートがあったのでディフは出れませんでした。そう、ファンミーティング、そう、ファンミーティング楽しかった。ファンミーティングですよ。なんかああいう企画をするのすっごい久しぶりっていうか、こう善悪みたいな感じでね、なんかすごい楽しかったなーって。ライブして写真撮って。天岐阜はまだ使ってないです。ちょっと今部屋がとっ散らかってて、それどころじゃないっていうのもあるんですけど、うん、かな。写真撮ったのも楽しかったし、本棚はまだ買ってないですかな。あとはなんかあったっけな。8月ってなんかな、あ、何があったっけな。あとは
公園とかか。ああ、iPad に天岐阜使ったと思った。いや、iPad は天岐阜だけでは買えないです。ランウェイ、そうだ、ランウェイ。チームコンの次の日、アイドルコレクション、ランウェイ歩かせていただきました。嬉しかったね。なんかあの写真とかすごいみんな好評で、可愛かったって言ってくれて嬉しかったです。おめぐし、お久しぶりだ。そう、最近のこと振り返ってます、今は。アイドルコネクションランウェイで、なんか何よりもなんかファンの皆さんがそのランウェイ、私が歩いたランウェイをね、喜んでくれたのが嬉しかった。嬉しかったです。みんなうちわとか用意してくれて本当にありがとうって思った。嬉しかったです。幸せでした。ね、なんか最近ツイッターとか見てると、その TGC でなんか谷口めぐちゃん出てほしいみたいな、なんかコメントとか、そういうツイッターというか X、 そういうポスト結構たくさん目にする機会が増えて、あ、嬉しいなーって思いましたね。頑張ろうって感じで。嬉しかったかな。皆さんありがとうございます。いろいろ、あとなんかあったっけ？ちょっとね、私今これいつも使ってる携帯で今日は配信してるんですよ。もう前の携帯がおしまいになってしまったので。でもあとは講演したりとかか、いろいろ、あとロケのお仕事もさせていただいたり、まあそれは多分いずれ詳細が発表されると思うけど、多分テレ東さんとかでお仕事したりとか、あと何があったっけな、まなみちゃんの卒業公演もあったりとか、あとアットジャムね、アットジャムも楽しかったです。やっぱり自分のうちわとか持ってるファンの皆さんの姿を見るとすごく、あ、なんか今回出演できてよかったなって思うしね、幸せだったのとね、あとそう、金スマ皆さん見てくれましたか？多分血眼になって探さないと私は見つけられなかったかもしれないけど、で割と放送見た時にメンバー引きでメンバーを全員映してくれたりしてたので、いや、よかったなって思って。てかその夏まゆみ先生のエピソードとかも私全部見たので、最初から本当に良かったですね。出演できて良かったなーって思いました。親も喜んでくれてて、出れて良かったなーって。そう、いいバランスで映ってました、良かった。さあ、18期ちゃんの2人と近かった。あとは、言うてそんぐらい？ 8 月は。かな？見たよー。だってよくよく見たらウインクしてたところあって、泣きそうだった。嬉しい。ね。底力くんね。すごい素敵な。そう、桜の花びらたちの歌詞、皆さん気づきましたか？ラスサビ、大サビの歌詞がちょっといつも歌ってるのとは違うバージョンの歌詞で、桜の花びらたちが散っても一緒に過ごした日々を忘れない、辛いことに負けそうな時、この木に帰ろう。いい歌だよね。いい歌詞だったし、なんか歌っててなんかすごいいいなって思った。
ね、気づいた方ちらほら見て歌詞感動したって、だからそれをちゃんとこう歌うことができたのはすごい嬉しかったなって。音源はないんじゃないかな多分あの歌詞の場合ね。え、そうすごい良かったなって思って、でも仕事でもプライベートでも割と充実できたのかなって思ってて、コミちゃんと花火大会行ったりとか、あとゆかるさんとあのプール行ってきたりとかして楽しかったです。うん、プールね、ワースターさんのライブも行ったりとかしました。あれ、イカルンさんストーリー載せてるの？もう見なきゃ、メグも投稿しなきゃ。あープールの写真先に投稿しようかな。なんか今日あのショールーム始める前インスタなんか投稿しようか迷ってて、なんか写真集のオフショット、その写真集の渡し会の応募が多分9月17ぐらいまでなんですよ。10月の写真集のお渡し会が、だからうーん早めにね、そうあれ知らなかった、そうだからまた SNS でもちゃんと言わなきゃって思ってて、その写真集のあともう残りわずかな、もう片手で数えられるレベルの残りわずかなオフショットをアップしようかな、それか、うん、プールの写真にしようかな、どっちを先にアップしようかなって悩んでて、あー8時になっちゃったってなってショールーム、一旦とりあえずショールームしようって思って、告知もちゃんとしなきゃなって思って、お渡し会楽しみにしてるね、娘と行くかもだって、嬉しい、お渡し会行くよ楽しみだって、池袋行きますって、ありがとう。今回は HMV ブックスの池袋の方でお渡し会やらせていただきます。一冊ですいませんがお渡し会取らせてもらいました、ありがとう。もう一冊でも嬉しい、ありがとうございます。よいしょ、あれ押せない、指紋が反応しない、当日券どうだろう。あ、そうだ、今月はあれですね、9月17日にお話し会の振り返りもあるので楽しみにしていてほしいなって思います。え、ルセラフィムがカウントダウン TV に生出演、この後だよ。いやちょっと、はあ見たかった、まあいいや、うん、今日本にいるんだもんね、
いやすごいな。振り返ったけど、そう19月17ね、キイちゃんの卒業公演なんですよ。でも私会の、あ、お話し会の振り返りもあって、いやー、悲しいって感じです。もうどうしよう。うん。しくしくしくって感じ。杏仁氏の舞台を見に行ったりしたの。そう、見に行きました。そうだ、それもあった。そう、ちょっとツイッターでさ、なんか杏仁氏とジーナさんの写真ないかなって遡ってて、でいつもそこで忘れ、あのいろいろ他のことしたりしちゃったりして。いつもツイッター忘れちゃうけどね、もう必ず X とかでもちゃんとつぶやこうと思います。見に行かせていただきました。実は杏仁氏とジーナさんの出てる舞台呪縛の家、本当に面白かった。なんかミステリー系の舞台で、そのなんか舞台を見ながらメグたちも一緒になんか推理しながら見た感じだったので、なんか自分もその舞台に参加してる気持ちになって、なんか楽しかったです。本当に何かここネット環境が悪い。よし。そう、片岡鶴太郎さんもそう出ててよかった。あ、9月の生写真が明日の13時までだって。お、皆さん9月の生写真もぜひチェックして。